中国国営の新華社通信によりますと王毅外相はフランスのルドリアン外相との電話会談で共産党と中国政府の指導のもと全国をカバーする予防制御システムが急速に進められていると説明しましたその上で感染は全般的に予防抑制が可能となっていると胸を張りましたフランスでは これまでに3人が発症し、感染拡大への不安が高まっています。しかし、大きい外相が今回の事態への責任などについて言及したかどうかは伝えられていません。